はい、皆さんおはようございます。鉄道総合館です。本日撮影日は2024年の4月14日日曜日です。現在の時刻は7時40分です。本日は常磐線の常陸の牛久駅に来ております。本日6時過ぎに常磐線この常陸の牛久駅のお隣で発生しました牛久駅で発生しました人身事故の影響で、つい先ほどまで運転を見合わせておりましたが、7時27分頃に運転を再開しました。現在時刻7時40分頃です。まだ再開してから10分程度しか経っておりません。今の状況をお伝えしていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、では早速電光掲示板から見ていきましょう。上りホームは2番線から6時39分発特急ときわ54号の品川行き6時39分発の表示が出ております。その後は7時44分発の普通品川行きの表示になっております。なおこの6時台の電車から7時台の前半の列車に関しては龍ヶ崎市駅で折り返し運転を行ったということで、まあ、実質土浦から龍ヶ崎市が運休になっている模様です。で、一応アプリの情報を調べると、今度上りの電車はですね、特急電車が2本、1本は停車、1本は通過した後に44分発の普通電車が8時過ぎに到着の見込みです。そして下り方面ちょっと見づらいんですけれども、今電光掲示板消えちゃいましたね。運行情報が今出ているんですが、ちょっとお待ちくださいね。少し時間経つと表示が出ましたね。今ね、7時49分の普通勝田行きの表示になっております。下り線は見た感じはですね、帝国通りの運転に見えますけれども、今のところ駅の構内の放送特に何もございません。時は56号はこの常陸の牛久駅を通過予定なんですけれども、臨時停車するかの情報については特に今のところ情報は入っておりません。土浦荒川経駅間走行中ってことはもう間もなく到着すると思います。特急ときわ54号品川行きの列車は現在お隣荒川経駅に到着しております。後続の上り方面普通列車品川行きの列車は現在神立土浦駅間を走行しております。後続の上り方面普通列車品川行きの列車は現在神立土浦駅間を走行しております。代わりまして下り方面ご利用のお客様にご案内いたします。
下り方面ご利用のお客様にご案内いたします。次に参ります。下り方面勝田行きの列車は現在龍ケ崎市牛久駅間を走行しております。下り方面次に参ります。勝田行きの列車は現在龍ケ崎市牛久駅間を走行しております。列車の到着までもう少々お待ちください。本日はお急ぎのところ電車の到着が遅れまして大変申し訳ございません。まもなく2番線からは到着が遅れておりました。次は54号品川行きの列車が到着いたします。まもなく2番線からは到着が遅れておりました。特急ときは54号品川行きの列車が到着いたします。まもなく2番線に特急ときわ54号品川行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は10両です。足元緑色の10両乗車口1号車から10号車でお待ちください。7時台には絶対に止まることのない特急電車が今この常陸大宿駅に停車をしようとしています。約1時間の遅れです。1時間10分ぐらい遅れてますね。列車神立駅でずっと抑止になってた模様です。7時44分発の電車は普段は品川行きなんですが本日は上野行きに行き先変更となっているようです。続いて49分の勝田行き電車は帝国通りに到着をしております。
さて時刻7時54分になりました。もう先ほどから10分程度時間経ちましたけれども、まだですね土浦駅にて折り返しの電車発車の準備を行っているという放送がずっと流れておりまして、一応ですねアプリで次の電車、あとは特急電車の位置情報をちょっと見ていきたいと思います。今別の携帯ちょっとご用意しておりまして、まず特急電車ですね、今土浦駅の手前に特急は56号がおります。下りほぼ定刻っぽいですね。下りはほぼ定刻で、上りが遅れてるんですけど、土浦で出発準備って言ってるんですけど、土浦にいないんですよね。また下り来ましたね。上りが全然来ない。まあそうですよね。下り線があれですよね。牛久手前でこう抑止になってて、一部龍ヶ崎市で上りに折り返ししてるんで、そりゃこの時間の下りは帝国で上りが少ないってなっちゃいますよね。これ平日だったらもっとやばかったですけどね、今日日曜日で、まあ不幸中の幸いっていうところですけど、来ないなぁ。もう多分間隔30分ぐらい空いてんじゃないですかね。一本前の上り電車が、本前の上り、今龍ヶ崎市駅、龍ヶ崎市で折り返しなのかなのかちょっと分かんないですけど、まあ、多分折り返しなんだと思います。この時間で10両って普通ないんで、多分下りが龍ヶ崎市で折り返ししたんだと思います。ここで人身事故なので、ここで折り返ししてたんで、こっちに電車は来てないんですよね。一応アプリ上に表示されてるのはこの高浜神田津一貫の品川行きなんですけど、ただその前に上り電車があるって放送が入ってるんで来るとは思うんですけど、23分。じゃあ、時は56号を先に通過するってことか。こいつが8時3分に牛久なんで、うん、もうあと2、3分で通過するはずなんで。その後ろにも日立2号いますね。
次が時は58号で、さらにその後ろ日立4号は帝国ですね。下りはほぼ帝国って感じですかね。これも帝国で、その土浦を出発したっていう電車がアイコンで表示されてないですね、位置情報で。でも来るな、来たか、普通電車通過で、通過か、また危ないですから黄色い線までお下がりください。8時7分、8時7分って、いやー、だいぶ来ないですね。8時7分っていうと次の特急がまた来そうな感じですよね。来るな、来るよね、これ。日立2号29分遅れ、土浦、土浦出てるかな、まだ土浦に止まってんのかな。なんかここで日立大宿で待ち合わせするか、龍ヶ崎市で待ち合わせするか、どっちかですね。日立3号が遅れてる、仙台まで行くのに大変だね。これ上の折り返しにしなかったんですね。時は52号も品川行きのままですね。52号って折り返し何になるかちょっとわかんないですけど、ご利用のお客様は2番線ホームに待ってください。
緑快速も遅れてますね、一部。下りは詰まってるし。まもなく2番線に上野東京ライン普通上野行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。 The local train will arrive shortly。東京ラインの上野駅。最後までご視聴ご乗車ありがとうございました。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、 X、インスタ、スレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっております。バッジアイコンをご利用いただけます。真ん中の列はグリーン車、右端の列はグランクラスの方がご利用いただける特典です。かなり多くの特典をご用意しておりますのでご検討ください。またプレミアムグリーン車は値下げをしております。またここ最近 LINE のオープンチャットを始めました。ぜひそちらもご検討ください。メンバー様は限定のオープンチャットもご利用いただけます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。